部位取るですね。お店はその面積としてあんまり大きなものではありませんね。150平方キロメートルです。面積はね。だから日本のこの大きさで、この大きさで日本のサロモコと同じ大きさのものになりますね。その地殻変化によって形成されている、湖です。今ご覧になっている湖は、ね、その中部アナトリア地方は、山囲い河川流域ですね。世界の他のところであんまり見られてない地方になります。トルコの中部アナトリア地方ね。そのお客さん、その西から東、北から南の方に、ね、広がっている山で囲まれています。だからこの地方のその川の水が地中海と黒海に流れる道がないですね。だからこの地方はその潮の湖で、潮の湖、今ご覧になっている湖も潮の生産がたくさん行われている、潮がたくさん取られている湖の一つですね。平均深さはお客さん、その季節によりますね。その夏の時は湖の面積の3分の1の、ね、その水が全部蒸発されていますので、その潮の結晶が見えてきますね。おみさん、そのここには1年間で潮の濃度は30度ですね。その潮の濃度が30ぐらいになりました。から世界ではその一番たくさん潮が含んでいる、ね、その3番目の湖はここになります。お客さん、そんなにたくさん塩が含んでおりますので、お客さん、もちろん魚が生きてないですね。魚が生きてない。ここ地から1年間で30万トンの塩の生産が行われている。でも、ここの塩はね、お客さん、ノトリウムとマグネシウムが、その普通よりたくさん含んでおりますので、その食べように、適しています。ね、だからその、製造業で、ね、ここの湖の塩は製造業で使われています。つまり工業用ですね。その製造